山岸城は、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。片上小学校3年生の時に野球を始め、福井小校時代には2年春、3年夏の2回、共にエースとして甲子園に出場した。特に、3年夏は、福井大会決勝で、内海哲也や理系一らを擁する鶴飛行と、延長10回の末、 3から2で勝ち、第82回全国選手権出場を決めた。しかし、全国選手権では、初戦で敗退。福井商工でのチームメイトには一学年下に、天谷総一郎がいた。当都の青山学院大学時代、石川正則の後を継いで2年生からエースとして、活躍。大学通算72試合登板し32勝21敗。 防御率1.97、388奪三振。三年生秋には最高主君選手、最優秀投手、ベストナインを受賞。通算30勝以上は青学大では、史上初、東都大学野球リーグ全体でも1987年の、荒井富夫以来17年ぶりで、戦後9人目の快挙であった。2004年に、台湾で開かれた、 世界大学野球選手権に日本代表として選出され3試合に登板した。同年のドラフト会議にて西武ライオンズから4巡目指名を受けて入団。2005年は開幕1軍を逃すが5月に昇格、横浜戦に即先発したが結果を残せず、リリーフで数試合登板した後2軍へ降格。夏場に1軍へ再昇格し9月18日の対。 千葉ロッテマリーンズ戦で、宮越徹の負傷降板を受けて、緊急登板、プロ初勝利を挙げた。後半から安定した投球を披露し、防御率2.83の好成績を残した。2006年開幕前の故障により、開幕1軍の座を逃す。故障の回遊後も、制裁を書き、1軍と2軍を往復したが、夏場の昇格後は請求 キレが戻り、右の中継ぎとして活躍。特に優勝を争う9月頃には13試合連続、無失点救援を続け、中継ぎ不足に悩むチームの大きな戦力となった。自己最多の31試合に登板し、主に中継ぎとしてながら10.30という高い、脱三振率を誇った。2007年は、オープン戦で打球が直撃し、 骨折するアクシデントで、またもや開幕に間に合わなかった。8月4日にやっと一軍登録されると、主に、ロングリリーフとして起用され、昇格後13イニング連続無失点と回答を見せた。8月25日に1試合だけ、先発登板。9月8日の対北海道日本ハムファイターズ戦で、プロ初セーブを記録。その後も右の中継ぎとして、 チームを支え、自己最高の防御率2.73を記録した。プロ入りから3年続けてこの年も夏場以降に1、軍で活躍を見せた。2008年は、中日から岡本真也が加入し、小野寺地からの成長もありほとんどで番がなかった。この頃から、投球フォームが変わった。2009年は、開幕から、中継寺院を支えてきた、星野智樹。 大沼孝治などの抹消を受けて終盤に一軍、登録。久しぶりの先発もあったが好成績は残せなかった。2010年は開幕当初から一軍出場がないまま、6月18日に、米野知人との交換トレードで東京ヤクルトスワローズへ移籍。背番号は米野がつけていた51。 移籍後は2軍で調整していたが、8月15日の対、阪神タイガース戦で移籍後初登板。その後、中継ぎで2試合に登板。シーズン2終盤の10月8日の対巨人戦で、移籍後初先発。アレックス・ラミレスに、本塁打を浴びるなど4回を5安打4失点の内容で降板するも、チームが逆転勝利したため、黒星はつかなかった。 2011年は6月14日の古巣、西部戦で先発したが、3回5失点で降板。その後チームは、さよなら勝ちしたため、勝敗はつかなかった。この年は、この1試合のみの当板に終わった。2012年は1軍での当板はなく、10月2日に、戦力外通告を受けた。10月31日に、任意引退選手として公示された。 2013年より古巣である埼玉西武ライオンズのチームスタッフに就任することが発表された。ありがとうございます。